はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校受験対策の詩集シリーズ第14弾をお送りします。で、今回はこの10問をやっていきますので、まずね、この状態で動画を止めていただいて1回チャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな？では早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあ画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ。それ今日ね、今回ちょっと行き過ぎた。これいいかな。よし、じゃあ行きましょう。で、問題文はいつも通りね、ツイッターの方にも貼ってありますので、もしよかったらね、そっちも使ってみてください。で、参考記録は5分31秒でございます。で、今回10問入れたんですけど、まあひとまず6番までの計算は絶対に詩集です、この中でもね。で、7、8、9、10と、まあ、それぞれ違う分野が出てくるんですけど、個人的には7が一番ミスが出やすい。まあ、特に関数が苦手な方は、出やすいかもしれないです。ただ、8、9、10は割かし、そのそれぞれの単元の基本的な問題にはなってるので、もしかしたら習ってない方もいるかもしれないんですけど、ぜひね、できるようにしてみてください。よし、1番、行きましょう。で、まずここはもう括弧の前に数字がついてるんで、配っていきましょう。4を配る。こう2個ね。2x に配れば、8x。で、マイナス1に配れば、マイナス4。で、このマイナス5をこことここに配るから、マイナス 5x。そして、マイナス5。で、それぞれ x 同士。ごめんよ。まとめると、3x。で、マイナス4とマイナス5くっつけると、マイナス9なんで、これで OK と。え、次が一次方程式ですね。で、このまんま解くこともできるんですけど、自分分数嫌なんで、先に分数を消しに行きます。で、最初からイコールがある方程式になってるから、全体に4をかけるってのが OK です。して OK。方程式だからね。だから全部に4をかけると、ここが 4x。ここがマイナス24。で、これ4かけると、約分されて x になります。で、あとは普通に x 持ってきて計算すると 3x。で、マイナス24を右辺に持っていけば24。で、3で割れば x イコール8と。で、まあ方程式、普段はそんな確認しないんですけど、ちょっとね、分数入ってて合ってるか不安だなと思う方は、出てきた答え、8ね、をこことここに入れてみてください。そうすると、8-6 イコール4分の8になるでしょ？こっち計算したら2、こっち計算したら2。2イコール2って同じじゃないですか。だから絶対合ってます、その答え。っていう確かめもできますので、もしよかったらね、ちょっと難しめな方程式出てきたら、こんなもんできます。で、次が、ちょっとカッコ俺が手で消しちゃったね。これ一瞬ちょっとうんってなるよね。めんどくさそうって感じがするんですけど、2乗、指数の意味をちゃんと理解してますかっていうのを問われてる。で、こっちですね。カッコの外に2乗がついてます。これは、カッコ丸ごと2つかけてねって意味です。こうやって。マイナス 6ab をね。だから、これ計算すると数字が36です。こうやって。で、A が2つ、B が2つって意味になります。これはね。いいかな？だから、こいつ、割るこいつでやると。で、普通に暗算してもらっても構わないし、まあ、割り算だったら、分数にしてしまって、これが、まあ、上に乗ります。こうやって。で、こいつが下に来ると。こうやってね。で、B2 乗は同じ数だから消えてしまうし、A が1個。だ上のもね、上は1個残りますけど。で、数字が9と36で、9で約分すれば4になると。つまり、マイナス1個、4と A が残ってるんで、マイナス 4A ですよ、みたいな。まあ、こんな無理やりね、分数に持っていかなくてもいいんですけど、ここの今書いてた。この指数のね、意味だけはしっかり理解してください。で、次は連立ですね。で、ここはどっち揃えても別にそんな難しくないんですけど、どっちでもいいんですよね。どうしようかな。X 揃えよっか。で、書くちょっとスペースがないので、X を、ごめんね。揃えるために、
上に2をかけます。ここ4に揃えたいんで、だから全部上に2をかけると、ちょごめんなさいね、4、6、20になります。で引き算してもらうと 7y イコール28となるので、y イコール4になります。 y イコール4ね。で出てきた答えをまあどっちかに入れたらいいんですけど、上消してしまったので下に入れましょうか。そうすると 4xy のとこに4を入れるから、マイナス4イコールマイナス8、マイナス4右に持ってきて計算するとマイナス4か、だから x イコールマイナス1となって、ちょっと狭くてごめんね、 x がマイナス 1y イコール4と、これが答えになります。でいつも言うより連立方程式はこの出てきた答えをもともとね、問題に書いてあったもともとの式に上と下それぞれ代入します。さっきみたいな感じで、で左辺と右辺がちゃんとね成り立ってたら、両方成り立ったら絶対合ってるので、まあ、そうやって確認してみてください。で5番ですね、まあ、これちょっとね一瞬えって思うんですけど、まあ、展開したいんですよこれを。でみんなが習ってる公式がうまくはまらないんですよね。でどうするってなった時に、展開だったらもう全部掛けです。もうねあれですよ、無敵ですから全部掛けは。多少めんどくさいんですけど、ただ全部掛けってあれ言っちゃダメですよ、俺が勝手に言ってるだけなんで。これはで何かっていうと、2ルート10をルート10と4に掛けます。マイナス5をルート10と4に掛けます。4回掛け算する、それが全部掛けで、やっていくとここだね、2ルート10かけるルート10です。ちょっとこれはねここに書こう、ちゃんとこれルートの計算慣れてほしくって、ルート10とルート10かけますよね、ルート同士だから。ルートって同じものをかけたらルートが外れます。つまりこれかけたら10が出てくる。でもともと2がいるから 2×10 なんで20になります、最初ね。で2ルート10と4かけると、外の2子が8を掛け算するから8ルート10、マイナス5とルート10は掛け算してマイナス5ルート10、入るよね、 OKOK、OK、でマイナス5と4なんでマイナス20となって、ここ消えるんだよね、うまく。だから8ルート10とマイナス5ルート10を計算して、待って待って待って、あギリいける、答えが3ルート10とこうなります。よし、まだ半分なんだよね、後半のがちょっとね長くなるから申し訳ねえ。で6番です。でまあこれはね、ここに係数が2がくっついちゃってるんで、まあ、中学校の範囲だったら、まあ、基本的にはやっぱり解の公式で攻めていきましょう。じゃ久々に書こうか、解の公式。 x イコール 2a 分のマイナス b プラスマイナスルートb の2乗マイナス 4ac です。で、これ暗算してください。よく出てくるよ、解の公式ね。で、a が2、b がマイナス3、c がマイナス1で計算するので、2a 分の 2×2 だから、4分のマイナス b なんで、マイナスマイナス3だから、プラスに変わって3です。プラスマイナスルート、b の2乗、マイナス3の2乗だから、9。マイナス 4ac だから、マイナス 4×2× マイナス1をすると、プラス8です。で、消します。ルートの中身ね、計算すれば、4分の3プラスマイナスルート17。ルート17、外に出すことができないので、これで終了となります。で、個人的には、まあ一番、間違える子が出てくるかなと思う、7番ですね。で、これ何が厄介かって、まあ平域に文字が入ってるタイプなんですよ。まあ得意な方はできるね、方もいるでしょうけど。で、まずやることは、y イコール 2x2 乗なんですよね。なので、書きます、これは。グラフを。で、ちょっと黒を使いますね。もうかなりざっくりです。ざっくりでいいです、書くときは。で、やることは、2x2 乗なんで、上にこうなりますよね。ちょっとごめんね、曲がっちゃったけど、これを下に書いたらもちろんバッてよ、
ちゃんとそこだけは守ってほしいですけど、まあ、こう書きます。あれが y イコール 2x 2乗です。で、x の変域が a から1なんですよ。右は1って決まってるんで、まあ、この辺に1って書いておきましょう。で、よく打ち上げ花火なんて言いますけど、ここに打ち上げておきます。で、問題が a なのね。で、a が1よりは左にあるんですよ。で、これ結論から言うとこの辺にあるんです、きっと。結構遠くにある、この辺。で、こうなってここに打ち上げて、変域っていうのはその間の場所しか使えませんよっていう話。だから残りの消しちゃっていいんですけど、こうやってね。で、なんで a があそこにあるかっていうと、y の変域が0から18なんです。この y っていうのは18は一番高いとこです。0は一番低いところ。で、0はもちろんここ通ってますよね。a がこっから左に来れば原点通るから。つまり a がこの辺で止まることもないんです。0が入んなくなっちゃうんでね。で、もう一個ポイントなのは、1の時、ここがいくつっていう。で、これは、この関数が y イコール、2x2 乗ですよね。x が1なんで、代入すると 2になるじゃないですか。つまり、ここ2なんですよ。で、もし、a がこの辺にいるとします。ちょっと見にくかったらごめんね。この辺。そうすると、使えるグラフがこっからここになります。a が1のこの2より上に行くことができないので、一番高いところが2になっちゃうんですよ。つまり、y が0から18になるわけがない。絶対に。だから、a がもっともっと左に来てくれて、こうやって、高いところまで行ってくれないと。で、ここが18なんだよね。そうすれば一番低いのが0、一番高いのが18ってわかるから、で、なんでこんなことを書いてるかっていうと、これで、このグラフが、a の18を通るんですねってことがわかるんです。a の18通ってるでしょ?だから、あと代入するだけあそこに。y のとこに18を代入して、こう、a のとこに入れると、こうなりますよね。あ、x のとこに a を入れると。で、2で割ると、こうなる。で、二乗を取る代わりに、右辺にプラスマイナスルートがつきます。つまり、プラスマイナスルート9。ルート9っていうのは3だから、プラスマイナス3になるんです。ただ、見てわかるように、A は1より左にいなきゃいけない、絶対に。だから、プラス3はありえないので、だから、これちょっと書くとこなくなっちゃったんで、A は、マイナス3が答えですよ、と。こういう風にやっていきます。結構このタイプって学校のワークとかにもね、ちょっとあります。1、2問。ですけど、そうなんですよ。まあ苦手な方が多いとこなので、ぜひこうやってグラフを書いてやるっていうのをね、慣れてもらえたらと思います。で、8番ですね。8番は、まあ三角形がこうやってあって、ここがまあ一応平行だと。で、下が8センチ。で、結局 D ここ求めたいんだよね。x って置いときましょう。で、大事なのが、面積比なんです。これ面積比まだ習ってない方申し訳ないんですけど、三角形 AD 上ね。ADE と、大きい ABC の面積比が、9対16って書いてます。つまり、この面積9だったら、全部の大きい面積は16になるよっていう。で、これは、面積比とか、体積比とか、相似比っていう話になるんですけど、相似のとこの勉強ね。面積比は、これね、まあ、9と16使ってるからピンときやすいんですけど、この三角形の、相似比がわかります。これ言うと、3対4なんです、これ。相似比が3対4。ADE っていう三角形と、ABC っていう相似比ね。が3対4です。何かっていうと、これ三角形で相似比がわかるじゃないですか。そしたら面積比はこれの2乗になるんです。つまりサザン角、四肢16で9対16なんです。これが立体で体積比になったら3乗になります。3乗になるんですけど、つまり9と16を見たときに、あ、3の2乗と4の2乗かって気づいてほしい。いいかな。つまり相似比が3対4。で、何がわかるかっていうと、この三角形とこの三角形の相似比が3対4。つまり、
ここ対ここも3対4なんです。対応するから、ここ。辺がね。だから、x 対8、ごめん、x 対8が3対4なんで、まあ一応なかなか外とやると、4x イコール24。つまり、x だけど、まあ d って書いておこうか。下、入る。こっち入ってるもんね。はい、いいか。x、まあ、括弧 d イコール6。センチは必要だね。こうやって解いてください。この相似比と面積比の対応はね、すごい有名な、まあ、教科書とかもね、ガンガン載ってるものなので、ぜひね、覚えておきましょう。さあ、あと2問。で、次は、まあ、円の角度なので、まあ、ほぼほぼ円周角の定理を使っていきます。で、ここのポイントなのは、まあ、55度が与えられてて、この x 求めたいんですよ。で、もう、直径をね、わざわざ書いてくれてる。ちょっと俺、あれだ。AC、アルファベット振ってなかった、ごめん。この AC が直径なの。で、わざわざそれを書いてるから、まあ、使うんですよ。で、円の中に三角形が内接する、まあ、くっついてるとき。しかも、その一辺が、こうやって直径になってるとき。このとき、絶対ここ90度になります。これ覚えてください。90度ね。ってなると、55、90使ってるから、ここの角度出せますよね。90と55足すと、145。三角形は全部で180度だから、一応書こうか。145すれば、35度なんで、ここ35度って分かります。そこがね。で、あとは円周角です。円周角の定理の一番有名なのは、スタート地点を考えます。まあ自分のやり方ね。今、この2箇所スタート。そこをスタートして、外に、おっとごめん、落とした。外に線を引く。どういうことかっていうと、スタートして線を引いた角度がここですよね。で、同じスタート地点から X も出てますよね、ここも。いい？スタート地点から P って出たもの。外にちゃんとくっついてるから円周角なんですけど、この角度絶対同じです。だから、この X は35度って、すぐ出すことができます。はい、ということでラスト。で、ラストも、中央値、最頻値、平均値と3つ出さなきゃいけないんで、ちょっとね、忙しいんですけど、これあれかな、こう被るかも、ちょっと切っとくね、先に。よいしょ。で、右にざっくり、表を乗っけておきました。借りた数とその人数ですね。で、まず、中央値から行きましょう。中央値っていうのは、これ全部で37人いるんですけど、37人並べた時のど真ん中の人いくつってことです。中央だから。で、37人いるんで、真ん中は19人目なんですよ。もし分かりにくかったら数えてほしいんですけど、サイドから。19人目。だから、19人目の人がどこにいるって数えると、ここ6人です。ここまで足すと18人です。6と12で。だから、19番目の人はここにいるよね。2冊のとこに。だから、中央値は、まず2冊になります。で、最頻値はね、ものすごく簡単です。ちょっと待ってね。最頻値。これは、最も頻繁に出てる値。だから、一番多いの12人じゃないですか。最も多いのが。だから、それを書くだけで OK です。はい、で、ラスト、平均値。まあ、これがめんどくさいです。この度数分布表。これね、度数分布表から平均の出し方があるんですけど、これ赤にしたらまずいな。これはね、これ札です。0札。こことここを全部掛け算してください、こうやって。で、ちょっと右に掛けないんで、左に掛けますけど、0、掛けると12、20、12、12、5、6ですよね。それを全部足して人数で割ります。今回の場合。で、全部足すと、12、36、56、60、67。だから、67割る、67か？ちゃうか？待って。不安になってきた。67で合ってるか。合ってるかな？合ってる。で、それを37人で割るんです、こうやって。
で、これはもうやります。ちょっと待って、やろうか。1ですよね。37で、37、待って。8。8、待って、8、3、28、4、50、いけないか。ん？もう、待って、いける。1.8、8、7、56。で、ここ、もういけ、1か。で、小数第2を四捨五入するんだよね。だから、1今切り捨ててしまえばいいから、だから、平均値は 1.8 冊と、これで終了となります。ほい。まあ今回はちょっと盛りだくさんでやってしまったんですが、あとまあここまでね、もう第、これで10何回目 ?14 回目かになってて、この辺の計算に関しても結構、本当に1番からずっと見てくれてる方なんかは、もう毎度毎度になるわけですよ。で、もちろんそのね、毎度毎度やることがすごく大事なんですが、それプラス、まあこういった問題もね、ぜひちょっと知識として、例えばやってもらって、あ、ここ忘れてたっていうのを気づいてもらえれば、ね、それが大きな受験勉強にもなると信じてるので、まあ、この後ね、こうやって盛りだくさんのことも多いと思うんですが、もしよかったら今後もね、ぜひお付き合いください。では、改めまして、今回は高校受験対策の刺繍シリーズの第14弾をお送りしました。ここまでね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。では、引き続き、まあ、刺繍シリーズとか他の単元もね、取っていきますので、もしよかったらそちらの方もご視聴ください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。